どうも、現役教師 YouTuber のコウです。このチャンネルでは先生や大学生の方に役立つ情報を配信しております。さあ、前回もお伝えさせていただいたんですけども、私市の道徳の研修の講師になりました。本当にいつもありがとうございます。応援していただいて大変励みになっております。そこでですね、今回は前回に引き続きまして、そこで使うスライドを見ていただくということにしました。ぜひいろいろフィードバック教えていただけたらなというふうに思っております。このスライドではたくさんの本を参考にさせていただいております。前回の動画も同様です。その参考にさせていただいている本の Amazon リンクは概要欄に載せてありますので、ぜひ覗いてみてほしいなと思います。さあ、前回の続きですけれども、前回は導入と振り返りについてお話しさせていただきました。今回は狙いについて話をしていきます。主に内容項目についてですね。はい、導入と振り返りを話していく中でですね、どうしてもやっぱり振り返りのところでちゃんと着地点に行き着くためには導入が大事だよっていう話をさせていただきました。まあ、つながっているというところですね。じゃあ振り返りと導入はどうつながるのか、何が芯となってつながっていくのかっていうと、内容項目なんですよね。はい。なので、この授業の流れとしても内容項目をしっかり教師が把握しておくというのは非常に大事なんです。またですね、うちの自治体だけかもしれませんが、こういう表を指導案の中で位置づけているんですよね。はい。左側に児童の実態、右側に教材の分析、真ん中に価値の分析というのがあります。これ児童の実態はまあやっぱり児童に合わせて書くので結構考えるんですよね。また教材の分析っていうのも、まあ、発問と関わってくるので、これもよく考えるんですよ。結構甘くなりがちなのが価値の分析なんです。まあ、内容項目の捉えと言ってもいいんじゃないかなと思います。軽く見られがちなんですけども、実際考えてみると、この表で考えてみても内容項目から見た児童の実態だし、教材の分析も内容項目ありきのものなので、ちょうど真ん中に位置する非常に大事な存在なんですよね。はい。また道徳といえば加藤信行先生ですね。たくさんの著書がありまして、僕も非常に参考にさせていただいております。この本についてはですね、教材研究のがすごく詳しく載っているんですけども、順番的にこのような順番だというふうにおっしゃっています。で、やっぱ考えてみると、一番最初に内容項目理解が載ってるんですよね。内容項目があって、そこから教材分析、授業構想というふうになっています。これらのことを考えてみると、内容項目ってものすごく大事なんですよね。道徳をすごく頑張ってる先生とそうでない先生の差はここだと思います。内容項目をどれだけ理解しているかということです。まだ道徳どうやってやればいいのかなって悩んでる方は、一回内容項目をしっかり理解してくださると、道徳の授業に深みが出て面白い授業ができますので、ぜひ参考にしてみてください。さあ、いよいよ狙い、そして教材研究の仕方まで踏み込んでちょっと話をしていきます。まずやり方としては、教材研究のやり方としては、僕の場合ですけども、まあ、多くの方まず教科書を一読されると思います。まあ、まずどんなお話なのかっていうのをさっと読んでみるっていう感じですね。そして指導要領解説を見ます。うわ、出たよという方多いですよね。でもこれちょっと一回待ってほしいんですけど、指導要領、道徳の指導要領って結構分かりやすいです。僕社会とか、あと理科算数を割と詳しく読んだことがあるんですけども、やっぱそれに比べたらだいぶ表現が簡易、分かりやすいです。もう社会とかもうわけわかんないです。まあ、算数も僕苦手なんで全然分かんなかったですけど、もう英語の長文読むより読解しにくいですから、はい、ぜひ道徳読んでみてください。まず26-27ページに内容項目の一覧が載ってるんですよね。そこをすごく参考にできるなと思いますし、その後の28ページから内容項目ごとにこう見開きで載ってるんですよ。親切思いやりみたいな感じで1ページ、見開き1ページで、それがざっとわかるようになってるんです。で、その見開き1ページの構成も全部一緒です。まず左上に内容項目における学年ごとの発展性が書いてあります。1年生はこう、3、4年生、5、6年生、中学校みたいな感じで書いてあります。簡単にね。はい。そしてその下に内容項目の概要、親切思いやりって、まあこういうことだよね。
ていうような感じですよね。そして右ページに学年ごとの指導の要点が書かれています。はい、こんなことに気をつけて指導しましょうねみたいな感じですね。あとこの学年ってこういうことありがちですよね、子供たちってこんなことなりがちですよねみたいな書いてあって、あそうそうみたいな感じでわかるので、結構ね学級経営的にも活かせたりとかします。はい、こんな感じですね。学年の発達段階指導の要点が1ページでバッて見てわかるので、ぜひ読んでみてほしいなと。すぐ読めるのでおすすめです。でこれを踏まえた上でですね、これですね、一つポイントで、これ書いてあるんですけど、これがあべこべになる、順序逆になったりするとめっちゃつまんない授業になります。ここポイントです。段階が前後するとめっちゃつまんない授業になります。これどういうことかもう少し説明させていただきます。友情信頼というのはこんな段階なんです。簡単に言うと、まず低学年って、まあ、仲良しっていいなみたいな感じですよね。で中学年が双方向の信頼なんですよね。で高学年になってくると磨き合い高め合いみたいな感じで、中学校は互いのプライドの尊重みたいな感じになってきます。この言葉は、この本を参考にさせていただきました。めちゃくちゃわかりやすい、すごくおすすめの本ですので、ぜひまた見てほしいなと思うんですけど、まあ、こういう段階になってるんですよね。これってどんな発達段階なのかって、もう少し自分の中で考えてみたら、まず最初って一方向の感じなんですよね。これが中学年になってくると、双方向っていうのが入ってきます。はい、で高学年中学年っていうのはその一瞬の双方向性じゃなくて継続的に双方向になるっていうところが大事になってくるっていう、トライができるようになります。このトライってどういうふうに考えるかっていうと、この3つ目です。はい、自分の考えを整理する、内容項目についての自分の考えを整理することが大事になってきます。例えばこんな感じですね。僕このグッドノートっていう iPad のタブ、iPad のアプリにこうやって整理しています。内容項目について整理しつつ、発問もちょっと考えつつみたいな感じで考えるんですよね。そうやって整理をしていくと、どういう風になるかっていうと、まずキーワードにして、まあ最初は絞るんですね。あ、これってこういうことか、みたいな感じで、親切思いやりの中学年ってこういう、一言で言うとこういうことかなと。で、まあ書き込んでみたり、イメージをマインドマップで広げてみたりとかして、広げてみるんですね。子供の言葉で言うと、こんな言葉かなとか、こんな言葉を、まあ授業の中で出るといいなって考えると、こんな発問するといいかなとか、あ、こういう風にするためには役割演技が必要かな、必要じゃないかな、みたいな風に考えることができます。こうやってやってミットを、キャッチャーミットを大きくすることで、内容項目へのトライを明確に具体的に多角的多面的にすることができまして、自動理解、教材分析、発問に生かすことができます。だから内容項目をただ知るだけじゃなくて、自分の中でイメージを広げていくっていうのが非常に大事になってきます。それを実際に生かしてみた授業での様子です。これ僕の板書なんですけども、まあこの友情信頼の中で、まあお話としましては、コウジ君とヨウコさん同じ野球チームの仲間で、コウジ君がヨウコさんにアドバイスしてくれるんですね。ヨウコさん初めてなので、で、まあ教えてもらったんだけど、まあ空振り三振しちゃってがっかりみたいな、で持ち込んでなんていられないなみたいな話で、頑張ろうみたいな話なんですよね、ざっくり言うとね。はい、でまあ落ち込んでいられないのはなぜなのっていう話を、発問して、まあ答えた後に、僕が、この試合で、じゃあ空振り三振じゃなくて、ヒットやホームランを打てば、二人の友情は成立するのみたいな話をしました。はい。そうすると、いやもうしてるんじゃないっていう意見とか、まあ成立するんじゃないっていう意見がほとんどでした。でも一人、首かしげてる子がいたんですよね。でどうして首かしげてるのみたいな風で話を聞くとですね、陽子さんは浩二さんに励まされているばかりだと。で励まされているだけじゃなくって、励ますことで友情が成り立つんじゃないかなと思うっていう風に答えたんですね。で周りの仲間が、あー確かに、うんうんみたいな風になったんですよね。はい、これってさっきの話で言う磨き合い高み合いっていうところにすごくつながる意見だったんですよね。ただの双方向だけの話じゃなくて、高め合う仲間、
友情っていうところが大事になってくるっていうところにすごく行き着いたなっていうように感じました。それはこの内容項目の理解ができてなかったら発問もできなかっただろうし、それを拾えなかっただろうなっていうふうに思うです。まあ板書も、まあ、それによって、まあ、逆の矢印、黄色の矢印も書けたということで、まあ、子どもの、考えとしてもストンと落ちたんじゃないかなと思います。このように内容項目の理解が深まれば発問や、子どもの発言も深まりを持った授業ができるようになってきます。さあこれ先ほどの白黒先生の本になるんですけども、白黒先生の本には内容項目 A から D の特徴が書いてありました。これも前、以前の動画で紹介させていただいたことがあります、まあ、今回はねさらっとお話しさせていただきますが、例えば A の内容項目だと葛藤を探すというところがポイントになります。葛藤を乗り越えるっていう場面があるので、じゃあ葛藤の中身は何なのか、どう乗り越えたか、またはどう乗り越えられなかったのか、そして内容項目に迫る発問を考えてみようというのが A の特徴ですよね。まあ全部が全部できるかわかんないんですけども、これがまあモデルとなるよっていう風で白黒先生紹介して見えましたので、これ非常に参考になります。さあ B ですね。 B は角度を変えます。相手とのことなので主人公と別の子みたいな感じで角度を変えるといいですよね。どんな立場があるのかで立場を変える発問をしていきましょう。そして C は所属意識を感じるように発問をします。早めに教材から離れるといいんじゃないかなと。もしあなたがその立場だったらだったりとか、なぜ大事なので、じゃあどのようにしていくといいだろうみたいな感じで早めにこの教材から離れて、じゃあ自分ごととしてその所属集団の中で何ができるかっていうのを考えさせるといいですね。最後 D です。 D 結構難しいんですけども、感動場面を交流しましょうと。はい、心が動いたところはどこなのかで考えを広げます。でなぜそこに心が動いたのかで考えを深めます。で深めたいところを問い返すという感じですね、まあ、なかなか心動く場面がね人それぞれだったり、もう教材それぞれとか内容項目それぞれなので、まあ、これといってなかなか言えないんじゃないかなと思いますが、そういう場面を交流して教師の意図するところで深めていくっていうようなのがイメージなのかなと思いました。内容項目について考えたらもう一度教科書を読みます。その時に内容項目の視点から読んでみるというのが大事ですね。はい。そして狙いを決定し発問を考えていくということになります。狙いの最終的なところなんですけど、ここ僕まだ言語化がはっきりとしっかりとできてない部分でして、非常にどう表そうか迷っているところなんです。はい、また教えていただけたらなというふうに思うんですが、まあ、不十分な動画をこのように流してしまって非常に申し訳ないんですが、ただその内容項目が大事だっていうところは分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。それを踏まえた上で発問に入っていきます。で発問に関しては次回の動画で出していきたいなというふうに思っておりますので、また次回もぜひ楽しみにして待っていてほしいなというふうに思います。今回は以上です。はい、というわけで今週もご視聴ありがとうございました。このように先生や大学生の方に役立つ情報を配信しておりますので、いいなとかこれ参考になったなということありましたら、いいねチャンネル登録の方よろしくお願いします。今週もありがとうございました。ではまた。